太平山本一遺跡太平山本一遺跡所在地太平山本一遺跡は青森県東津軽郡外ヶ浜町にある旧石器時代終末期から縄文時代早々期の遺跡である2013年3月27日付で国の史跡に指定された指定名称は太平山本遺跡2021年7月27日北海道 北東北の縄文遺跡群として世界文化遺産に登録された。1975年とその翌年に青森県立郷土館により1998年に民家の建て替え工事に伴い旧カニ田町教育委員会により発掘調査されている。旧カニ田町教育委員会が行った発掘調査で出土した縄文土器は 世界の中で最も古いとされるものがある。縄文土器に付着した炭化物の AMS 法による放射性炭素年代測定法の算定で16,500年前のものである可能性があるとされる。また、石属も世界で最も古いもので、これは世界で最も古い海屋の使用を示す。外川浜町山本地区には一応遺跡。 墓地公園遺跡などいくつもの縄文遺跡が発見されているが、この内本遺跡は縄文時代早々期のものである。これらから出土した石器や土器は大仙小学校後の大仙ふるさと資料館に保存されて自由に見学ができるようになっている。太平山本一遺跡からは石符や石角、石族などの石器も発掘されている。ほとんどの石器の材料は、 地元の川から採れる結岩からできているが、中には、青森県西津軽郡味ヶ沢町から運ばれてきた、黒曜石からできている石器もある。土器はすべて小破片で型のわかるものはないが、文様はなく平らで、角張った底の土器である。河原家の内側には炭化物が付着しており、食料の煮きに使ったものであることがわかる。これは、 世界で最も古い二滝の跡と言えるだろう。現在は民家と民家の間に挟まれた狭い空き地にある。他の近くにあるため、縄文時代には湿地帯のすぐ近くの小高い場所だったとされる。ありがとうございます。